まあ一気に逃げ切ってやろうという石橋だったんですが、これ見てる我々からするとちょっと面白い展開になり、なってきましたね。そうですね、ギュッと詰まって、はい、今の宝珠は、まあ、親が流れた白鳥さんは痛いですけど、はい、まあ、キムさんにとってもトップは近くなったので、はい、まあまあいいかなと。あと平賀さんが親の方が逆転しやすいですね、オーラスの親番なので。オーラスにこうピントを合わせるんであれば、石橋さんがトップ面よりは平賀さんがトップの方がみんなまくりやすいかなってちょっと考えてるかもしれません。はい、白鳥はなんかこれうまく育てたいですね。涼しいみたいなのありますよ。どっち寄せますかね。まあ、とりあえずダローワンになるとは思いますが。ははいやー、ただ石橋さん今回は面前本手ですね。何はかんあんこですね。おいいとこ。3万は嬉しい。これでピンズですか。そうですね、あとは想像が良かったですけどね、ドラが数層ですから、はい。そして石橋一品持ってくる。どうするんだろう、つもぎりか。いらない、打点取りいってますね。コンパワンを残したんですね。これは嬉しい。アンコにしました、白鳥。一気に寄せるでしょうか。タイヤオになったらちょっと小さく見えますかね。そうですね、小さでいいと思います。うん、あ、ドラドラだ。これなら何切りになるかな。ただまだ遠いですよね。遠いですね。遠いですけど、まあ欲しいのは打点なので、打点のある程度だったら歓迎ですね。仕掛けた。いや、シガトリ本日の、まあ、シャートン一刻も早く重ねれば、重なったらもうものすごい面白いことになりますけど、特にここでトンがね、2枚使われてて、ね、これどうすんだろう。これトンもありますけどね、一旦キューピンっぽくないですか。あ、パーピンか。パーピンか。じゃあトンとキューピンのシャンポンリーチもあるですか。じゃあドラ1で十分って考えですか。いや、トン切りたくなるのかなと思ったんですけど、さすがに遅すぎると、うん、どうする。ピンズが悪い形ですからね、うん、ピンズは馬強で良くないので、これ9ピンかトンか選びますか。9ピンが倍1なんですね、親の現物、うん。ピンズ一切下ろさない構えですね。いや、シャーとか重なったら面白くなるんですが、これで十分形ですね。持ってきたのは3万。この嘘キムにね、当たる可能性があるんでね、引っ張りすぎると。そうですよね、うんうん、ただ決めましたね、今嘘引っ張りました。多分ソーズの伸びは結構期待できるんじゃないかっていうのがあるんじゃないですかね。まあ、ローソーとかローソー引けばドラ受けもできる。これどうします。親はパーマン。いやー、つもぎりじゃないですかね。1枚1枚出てるんですよね。あ、9万。キーピン残したのは、あ、嘘、嘘が当たりになっちゃいました。闇点かな、闇点な気がします。そうですね、うん、1枚出てるから特に。そうですね、さすがにリーチはちょっとね。あ、平賀さんの嘘くっつかないとここで補充してもおかしくないぐらい。トンだ。トンはなくなっちゃいましたね、これで。そうですね、白鳥1枚、そしてキムが2枚使っている。あ、これでローピンか。白鳥の仕掛けからどう見るかですよね。
いやパーピンが余ったからもうピンズのテンパイが入っててもおかしくないと。あこれでリーチいきそう。あれこれトーン危なくなるんじゃないですか。あ白鳥さん今度危ない、ね、ローソー切ってリーチか。ローソーとチーソーの優秀さを今考えてますね。ただ数層もまだ1枚あるので相当スチソトにしたいですね。うん、そうですね。おーショップか。すげえ。これは勇気がいりますね。まあ、なぜですか？いや、わかんないです。それはわからない。はい。チーソーとローソーの、まあそうですよね。ローソーの方がいいっていうふうに見たんですかね。そうか。嘘出てくれて、場に嘘3枚。先行きの展開に期待してっていうのもあるんですかね。そして白鳥は一発目ウーマン。いやこれはすごい待ち取りですね、うん、あれトン危ない。結構ね中途半端に粘るとトンですね。これ一枚切れトン。なんなんなんていけば三品の方か。うん筋の三品。いや石橋さんはローピン寄せてれば今テンパイだったんですけどね。すごい。何ですかこのチーム。これは本当にすごい。このローソーが見えていたんでしょうか。裏ドラは乗りません。なんだろう手の中にないっていう判断ですかね。でも平賀の手からはちょっと読みづらいですよね。いや6も7どっちかというと7がよく見えますし、ね、単純枚数で3枚1枚違うので、まあ、スッチーソーとローソーの枚数の差ですよね。いやー浮上してきましたキムテヒョン。